美香稲荷神社は、長野県佐久市岩村田にある神社。佐久地域を代表する稲荷神社である。まれに、日本三大稲荷の一つとされることがあるが、一般的には日本語を大稲荷の一つに数えられる。旧社格は無格社。祭人は岡の御霊命、猿田彦命、大宮の大売大臣。京都、伏見稲荷大社からの文礼を祀る。天下太平、五国豊上。 家内安全、商売繁盛、交通安全、進学成就といった神徳がある。伏見稲荷、大社、豊川稲荷、有徳稲荷神社、笠間稲荷神社とともに日本語大稲荷の一つに数えられる。美顔稲荷神社より望む岩村田の町並み。稲荷町、花園町は当社の鳥居前町として発展してきた町である。年間の社名の美は、 所在地名から取られたもの。ただし、川向こうに見える、イーズナシタという地名から、本来の社名は、イーズナイナリであったという説もある。天下のナイナリと謳われ信仰は厚く、信仰組織は、策にとどまらず、上田地域や上野国、武蔵国といった関東方面まで広がっていた。特に、初馬、二の馬、昭満は、多くの参拝客で賑わった。このか当社には、 おこもりという風習が江戸時代から明治の初め頃まで存在した。主に女性が遠方から参拝に訪れており、風紀上の懸念から役所が禁止令を出したとも伝わる。湯川対岸より社殿を見上げる社殿は県外作り。湯川に望む断崖に朱塗りの柱を下ろし、社殿を支えている。境内にはケの木と赤松の木が創生した愛をの木があり、 縁結びの名所として知られる。春は川もに映る桜が美しい。美顔公園一角に山室聖、故郷の石踏みが立つ。ありがとうございます。